クリス・リード氏が30歳で死去。フィギュアスケート、アイスダンスで3大会五輪代表。日本スケート連盟は1日7日、フィギュアスケートのアイスダンスで、日本代表として18年ピョンチャン大会まで3大会連続五輪に出場したクリス・リード氏が15日、日本時間に米国デトロイトで死去したことを発表した。30歳、死因は心臓突然死。父が米国人、母が日本人のリードは姉のキャシと組んで2010年バンクーバー、14年ソチ冬季五輪に出場。村元成仲とコンビを組んだ18年ピョンチャン五輪は非凡勢過去最高に並ぶ15位だった。19年12月には現役引退を表明していた。長島会長のコメント、突然の訃報に大変驚いております。長年にわたり日本のアイスダンスの発展に貢献していただいたクリス・リードさんに改めて深く感謝の意を表しますと共に、ご家族の皆様に心からお悔やみを申し上げ、リードさんのご冥福をお祈りいたします